高尾太夫のもとに流れ着いた漂白の死は、三浦屋の用心棒として剣を振るう。そんな日々の一幕に、吉原の守護者となる異常夫との出会いがあった。わあ、なんと立派な御仁。その腕、その足、その体、相当に鍛え抜かれた分厚さと見受けました。英霊よね、この感じ。バーサーカーかしら。私もバーサーカーだし縁があるみたい。もしや、いわゆるはぐれサーヴァントってやつ。そんなものが召喚されるなんて、この儀式。おっと、やる気十分ね、いずこの異教の異常夫殿。即切り捨てはなんだか惜しい。ここはひとまずおとなしくしてもらいましょう。撫で切りにしてあげましょう。むき出しの闘志、いいわね、霊気が切りつく。見よう見まねよ。ヒュー、すさまじい怪力ね。まともに食らえばひとたまりもないでしょう。とはいえ、ここは花の吉原、荒っぽい男はお呼びじゃないのです。陣は一戦。水の答えましょう。
一等三敗、無限を破りゼロに至る異者な大転生。攻撃に防御、いずれもはぐれの企画だ。あなたこそ誠のバーサーカーでしょうとも。でも私も負けていられない。こんな感じ。覚悟。万代自在天地異王クリから小天将、行くぞ剣豪バット、異者な大天将。これだけやっても倒れない、幾千万の斬撃をものともしない仰天の鋼の肉体、さぞや高名な勇士なのでしょう。だけどここは吉原太夫の拠点、私としても退けぬ理由があるのです。武蔵ちゃん、なんだいこの騒ぎは。太夫、危ないから来ちゃダメって。いえ、それより今は私の後ろに、これはまた随分な異常夫じゃないか。なんでここで暴れてるんだい。異国の御神じゃ言葉は通じないかね。私に見とれてくれでもしたらありがたいんだけどね。あ、止まった。いえ、それどころか、この一瞬で警戒心や敵意まで消え失せた。太夫、念のため聞いておくけど、あなたの知り合いじゃないわよね。まさか、こんな立派な尾の子、会ってたら忘れようがないさね。でも
なんだろうね。私を見る目が妙に優しい気がするよ。へえ、そうなの？さすがは吉原一の太夫ってことなのかしら。この御仁もサーヴァントなのかね。ええ、おそらくはマスターを持たない、いわばはぐれのサーヴァントと見ました。どうしてここ吉原に現れたかは追って調べてみるとして、どうしたものかしら。帰る場所があるなら返してあげるべき。決めるのはこの子さね。異常夫さん、聞こえるかい？行くあてがないんならこの吉原にいるといいさ。こんな町だ、男ではいくらあっても困らない。あんたみたいな用心棒がいてくれたら、どこの店の子たちも安心できるだろうしね。うん、驚いた。おとなしくなっちゃって、ここは見事と言っておくべきね。うん、やるわね、太夫。ごきげんよう、ミオリ様。アリアか。こたびは何をご所望だ？そうですわね、今度はこの江戸で一等綺麗なお皿だよね、アリアさん。カヤ、お前どうして？ふっふっふ、知らないの兄ちゃん。アリアさんと私仲良しなんだよ。ねえねえ、いつの間に？いつって、それは少し前？アリアさんが私に。もうカヤ様、私たちだけの秘密でしょ？あ、そっか。それじゃあ、うん、だからいろいろあったの。よくわからないが、何か訳ありなことだけはよく伝わったよ。とにかく、兄ちゃんは江戸で一番美しいお皿をアリアさんに渡すこと。そんじょそこらのお皿じゃアリアさんは満足しないんだから。ねえねえ、やれやれ、よもやここが結束しようとは。こうなってはもう江戸で一番の皿とやらを血眼で探すほかあるまいな。ああ、待っていろアリア、貴殿をうならせる皿、必ずや見つけてみせよう。江戸一の皿、必ず探し出そう。まずは噂集めだ。いい皿が欲しいなら骨董屋を訪ねてみな。確かこの辺りで露店を開いてるはずだ。ごめん、皿を見せてくれ。ああ、ちょっと待って。ん？あんたは？君、伊織を知っているのか？その目、その刀、ああ、こりゃ間違いない。あんた、賭け試合に勝ったお侍だろ？見てたぜ、見事な大立ち回り。いや、しかしこんなところで会えるとはな。こりゃ仏様のお導きかもしれん。あんた、どうか頼まれちゃくれねえか。その腕であのもののけを追っ払ってくれ。もののけ？貴殿、怪異を見たのか？ああ、町の外れでな。ありゃ、この世のもんじゃね。頼むよ。もしもののけを追っ払ってくれたら、この店の皿、何でもあんたにやるからさ。ほうほう、これは良い話ではないか、より。放っておくわけにもな。向かうぞ。
義のもたらす歪み、残らず払うぞ。うむ。澄み渡る天のごとく。待たせたな、もののけ。すでに払っておいたぞ。本当か？疑うなら、おのがめで確かめてくればよい。町外れだ、空行った。いや、あんたら疑いやしねえさ。これで枕を高くして眠れるってもんだ。ありがとよ。ほら、好きな皿何でも持ってきな。これだけあればライダーの気に入る皿もあるだろう。戻ったぞアリア。この皿はどうだ？違いますわね。ごめんなさい、イオリ様。ならばこちらの皿では。こちらもちょっと、どれも素敵なお皿ですけれど、私の心を揺さぶるには至りません。まダメか。どうかこの胸を強く高鳴らせるような、そんな素敵なお皿をどうかお持ちくださいまし。うまくいかないものだ。姫は何が気に入らぬのか。この辺りで出回るような器では趣味に合わんのかもな。ならば次はどこへ行くか。それならそれなら、あの店のお皿持ってくのはどうです？あの店とは？嘘、兄ちゃん知らないの？あの変な若旦那さんのいるちりめん丼屋。屋号は確かバビロニアか。それそれ。なんだ、兄ちゃんちゃんと知ってたんだね。皆が噂していたからな。嫌でも耳に入ってくるさ。あそこの若旦那とも、まあ知らぬ仲ではない。そうなの？ならなおさらあそこのお皿を持ってってあげてよ。実はアリアさん、あのお店の品揃えがずっと気になってたらしいの。でも若旦那さんが怖くてなかなかお店に近づけないみたいで。うん、ちょっとわかるぞその気持ち。兄ちゃん、顔なじみだって言うならいいお皿を見繕ってきてくれない？わかった、やれるだけはやってみよう。やれやれ、仕方ない。
猫だろうと若旦那だろうと、借りられる手であれば借りるまで。なんだ雑種ども、今日はまた一段と物欲しげな顔をしているな。分かってくれるか。実は。ほう、我が店の皿に目をつけるとは。はぐれのライダーとやら、それなりに目が利くか。ここに飾ってあるのか。どんな皿なのだ。おそらくこれのことだろう。これは、なんとも味わい深いものだ。なるほど、確かに。我が皿を欲するか。ならばそう、これくらいは支度してみせよ。なんだその顔は。まさかこの値が意外だとでも。たわけが。価値あるものには敬意を払え。礼さえ知らぬ雑種ごときにこの皿は売れぬ。だが、そうだな、金の代わりにお礼の誠意を示すならば話は別だ。というと。宮本伊織、俺の像を掘り上げよ。無論ただ掘ればいいというものではない。我が至高の肉体美を余すことなく表してみせよ。見事掘り上げた暁には誠意を認め値を下げてやらんこともない。ま、旧大典といったところか。こたびのみだ、こたびのみ。貴様らの懐具合を考慮してやろう。恩に着る、若旦那。よく来たな、雑種。丁重に扱えよ。また来るがよい。さて、皿を気に入るとよいが。お願い。ほら、持ってきたぞ。これならば文句ないだろう。ほうほう、これはなかなか。いかがですかな、アリアさん。とっても素敵なお皿、頂戴いたしますわね、伊織様。やれやれ、ようやくか。こたびは特に骨が折れたぞ。まあまあ、セイバー、無事に済んだのだからよしとしよう。ありがとうございました、セイバーさん。あと兄ちゃんも。では早速やりましょうか、アリアさん。え、カヤ様、このアリア、今日は覚悟を決めましたので。二人で何をするつもりだ。それは秘密ですよね。え、お許しくださいまし、お二人とも。また秘密か。アリアは一体何を考えて。ライダー、君が何を企もうとは私の知ったところではないが、カヤを巻き込むとなれば話は別だ。もしカヤの身に何かあれば私は。大丈夫、大丈夫ですよ、セイバーさん。私危ないことなんてしてません。それに企むだなんて、お友達を悪く言うなら怒っちゃいますからね。私たちはただ君を。やめておけ、セイバー。こういう時のカヤは言っても聞かん。まあカヤも分別のつく年頃なんだ。大丈夫だと言っている以上心配は無用だろう。
だがそれで危険な目に遭えばどうする。先日もアリアの少年は俺たちも見てきたはずだ。確かに妙でつかみどころのないやつではあるが、いたずらにカヤを危険にさらすようなものとも思えん。それはまあそうかもしれないが、カヤを危ない目に遭わせないと誓ってくれるか、アリア。無論です。私も英霊の端くれですもの。カヤ様のことはどうか心配なさらないで。わかった。ならばカヤは一時貴殿に預けよう。イオリ様ったら、そういうところですわよ。いえ、何でもありませんわ。ではカヤ様、参りましょう。はい。良いのか、イオリ。いい。今はアリアのことの葉を信じようと思う。それに、もし彼女がカヤに危害を加えるつもりだったならば、とうに行っているだろう。だから放っておいて問題ないと思う。何を企んでいるかはさっぱりわからんがな。君がそう言うならば。アリア、一体何の用だ。俺だけをここに呼び出して。ええ、イオリ様、私ね、これまで数えきれないほど美しいものを集めてまいりましたわ。けれど、どんなにきれいな絵画も彫像もこの心を満たしてはくれなかった。けれどね、この町でいった美しいものをようやく見つけられたのです。そうか、何よりだ。それで貴殿の見つけたものとは。私はイオリ様の心が欲しいの。この町で一等美しいあなたの心が。俺の心？どういう意味だ。月のように鋭く刃のように澄んだ心を私の色に染め上げて。この気配、尋常ではない。セイバーも近くには。どうすればこの窮地をどう切り抜ける。宮本伊織。染め上げてしまえたらと最初は思っていたのですけれど、イオリ様は夜空の真っ白いお月様、決して誰の色にも染まらないから美しいのです。月。すまない、アリア、話が見えないんだが。見えなくたって構いませんわ。イオリ様はそのままでいてくださればいい。さ、こちらへいらして。イオリ様にお見せしたいものがありますのよ。これは。イオリ、ようやく戻ってきたのか。カヤから話を聞いた。まったく罪な男め。兄ちゃん、早く座って座って。すぐ他のお膳も持ってくるからね。セイバー、カヤ。それにその器、以前俺たちがアリアに渡したものじゃないか。一体どういう風の吹き回しだ。器も食材もここに至るまでの数々のお願い事はすべて今日この時のためでしたのよ。ほら、
お月様の輝きは変わらないけれど、お天気次第で様々な顔を見せてくれますでしょ。雲のかかった柔らかな顔、晴れた空に浮かぶさえざえとした顔、そんなお月様のお顔をくるくると変えられる存在になれたらどんなに素敵でしょう。うん、私考えましたの。どうすれば身寄様のいろいろなお顔を見られるのか。そんな時、お料理をするカヤ様を見てピーンと来たのですわ。これだと気づけば、私は伊織様に包丁をねだっておりました。なるほど、君が突然包丁を望んだのはそういうわけだったのだな。ええ、ですが包丁だけではどうしようもなく、お料理などやったことありませんでしたもの。こう見えても、その私いいところのお嬢様なので、そこで意を決して、私はカヤ様のもとをお尋ねしました。その日からカヤ様と私の秘密のお料理特訓が始まったのです。で、その成果がこれということか。それならそうと初めから言ってくれれば。もう伊織様ったら。それでは驚いたお顔が見られないでしょ。どうぞ遠慮なく召し上がって、そして喜んだお顔を見せてくださいまし。キャットさんほど上手ではありませんけれど、私なりに精一杯作りましたのよ。キャット？ん？どうされましたの？いや、これは貴殿の並ならぬ努力の結晶。俺はとても美しいと思った。手料理ありがたく頂戴しよう。私そのお顔が見たかったのですわ。さ、それでは早速こちらにお座りになって、私の手で食べさせて差し上げますわ。え、いや、さすがにそれは。兄ちゃんってば、何を恥ずかしがってるの。せっかくアリアさんが作ってくれた料理じゃない。いや、そのだな、料理は嬉しいんだが、別にそんなことをしなくても。なんて素敵なお顔なのでしょう。だから俺は何もそこまでは。おい、カヤ、セイバー頑張って。アリアさん、兄ちゃんもきっと喜んでくれるよ。良いではないか、イオリ。おとなしくあーんしてもらうといい。は、白状者。次はどんなお顔が見られるのかしら。私今度は泣いたお顔が見たいですわ。覚悟してくださいましね。うむうむ、